いってらっしゃい、気をつけてね。おはようございます。小芋さんもね、お父さんのね、お見送り出てきてたんですね。なんかおはよう。今朝も寒いね。あったかったかでのんびりしててくださいね。もみくんもおはよう。もみくん今ガニガニちょうだい言って待っておりましたので、ソファーに置いてあったやつあげたんですけど、オレンジ昨日ねんねしてたとこに置いてきたの。そうなんだ、置いてあるよ、背もたれんとこ。それも取ってきたろうね、今持ってくるね。オレンジあげたらブルー置いてったけど、分かった、2つ持ってこ。はいはい、よいしょ。2つもあるじゃん、安心だね。ゆっくりしててください。ジャムジャムおはよう。ジャムジャムめくってんの。お父さん言ってたじゃん、この朝一度何してもやる気のなさって出たけど、やる気出てんじゃん、ダムちゃん。すごいじゃん、遊ぶの。車っておりますが、あれ出てきちゃった。あったかあったかしてのんびりしゃんしててくださいね。本日もやっぱり曇り空ですね。タンク部もだいぶね、赤みと腫れが引きまして、触ってもそんなに痛くない。あと一息かなって感じですね。まあ今日もできることをのらりくらりとやっていこうと思います。今日はなんだかいろいろ荷物が届きましたけど、これは私のすごく楽しみにしておりましたセフォラのお買い物ですね。間違いとか破損ないかね、中身確認しようと思います。あとチュウィーはこの前オーダー間違ってたから、それがね、届いたんだと思います。で、これはね、よくわかんないんだけど、お父さん宛てに来てるんだけど、何かオーダーしたとか聞いてないんですが、まあとりあえず何かオーダーしたんだろうと思いますので、置いておこうと思います。で、ちょっと待って、またこれ1個しか入ってなかったんだけど、もうどういうこと？だって問い合わせてこれっておかしくない？何これ、どういうこと？お父さんもう、もう笑っちゃうんだけど、どういうこと？とりあえずお父さんに連絡しとこう。午後のお外探索タイムです。あの子、前のお家で藤棚に巣を作ってた子と同じ種類の子だと思うんだよね。最近よく見かけるんだけど、曇りだけど逆光で分かりづらいか。飛んでっちゃった。今日も肌寒いですね。ホミもサムもあったかいところ入ってくるまって寝てるね。サニクは言うまでもないと思うんですが、バラがめっちゃ散っててすごいことになってるんですけど、全部咲いたらと思ってたけど、あれ切らないと見た目がね、あんま良くないし、かわいそうだよね、あの子もね。小鳥来た。また最近カラスが一番ね、必ずいるんだよね。近所の人もね、追っ払ってるの見たことあるんだけど、ゴミ漁るからね。やっぱり今日ゴミの日でゴミ箱いっぱい出てるからね。サムちゃん、鳥鳥言ってる。ちょっと内股だけど怖いのかな。興味はあるけど怖いのかもしれないね。あ、今ハミングバードが飛んでた。まあバラのお手入れは週末か、もしくはお父さんがね、来週は出張でいないので、その間にやってもいいかななんて思っておりますが。ねぼみたん、ファミとお仕事した？パトロールも終了した？ただいま報告タイムですか？はい、わかりました。何ですか？報告ありがとうございます。サミちゃん忙しいね。気になることがいっぱいあるんだろうね。あっち行ったりこっち行ったり忙しいですね。鳥見てますね。タムちゃん、鳥気になるの？あ、来た。報告ですか、タムちゃんも。どうもありがとうございます。小鳥がいるんですよね。お家入るの？じゃあお家入りましょう。この前お豆腐買うのを忘れて、今晩ね、夕飯で使いたいので、お豆腐サラダ上手かな。お豆腐買いにね、行ってこようと思います。お家帰ってきました。フミはサニクのベッドにいるね。すごい大きい塊落ちてましたけど、これね、ダイソー行ってももうないんだよね、このカラーボード。どうしよっかなって思ってるんだけど、なんかいいもんないかなと思って探してるんですけど、なかなか間見つからないんですよね。お買い物してきたものは、この前もキュウリ買ったんだけど、今日もキュウリ買いました。たたきキュウリでも作ろうかなと思って、大量に作ろうと思っておりまして、まあ前回買ったのを今日作って、これはまた明日とか。あとクマトですね。クマトも久々に食べたいなと思って、もうキュウリとかトマトとか夏のお野菜がね、食べたいんだよね。お茄子も食べたい。体は夏のものを欲しているけれども寒いっていうね。で、あとお豆腐ですね。これ目的で行ったんですけど、今日忘れなかった。とりあえず見つかってきた。また来週日系マーケットかコリアマーケット行こうと思ってるんだけど、その時にまたね、いくつか買ってこようかなと思ってるんですが、お豆腐あったら困らないのでね、賞味期限もまあまあ長いからということで見つかりました。それからまたクリームチーズクリームチーズ以外の材料はまだまだあるからね、とりあえずある間作り続けようかなと思って
買いました。お父さんのコーヒーね、もうあと1個か2個しかなかったので、おやつタイム用にと思って買ったのと、パイナップルのスパークリングウォーターを3本買ってきました。以上になります。お買い物に行くときね、あれなんか怪しいなと思ったんですけど、霧雨よりももうちょっとしっかりした雨がね降っております。まあね、お散歩の時間までにね止んでくれたらねいいなと思ってるんですが、舗装された道歩けばねこの方も大丈夫だと思うんだけど、霧雨でもね降ってる時にポメタお外出ると湿気含んでねびっちょびちょになるのでまあお外の様子見ながらですね、夕飯の支度したりなんだりしていこうと思っております。よし、一旦ご飯にしましょう、さっちゃんね。あ、じゃあご飯にしようね。ゴミ出しに行った時雨降ってたので、ちょっとお散歩お休みしようかなと思ってるんですけど、今どうだろう。お父さん帰ってきた時にね、降ってなかったらいいんだけど。とりあえずご飯食べたらお庭でおトイレしましょうね。ご飯なくなって新しいの大きいの開けたんだけど、これ小分けにしないとなと思っておりますが。あ、ごめん。まあいいや。よしですよ。なんかこれふやっていっちゃったね。ごめんね。ゆっくり食べてね。タミちゃん、はい。お手をかい。よし、食べなさいですよ。甘いおやつですね。よかったでしゅね。ゆっくりガニガニしてね。ヨーグルト写真ましょう。タミちゃん、おしわりは？おーりこー。ファミマットおりこー。待って。おかわりだよ。お手おかわり。もう一回お手。おかわり。待って。おかわり。上手だね。お手おかわり。落ち着いてごらん。お手おかわり。そうそう。お手おかわり。じゃあ最後。お手おかわり。よし、食べなさいですよ。はい。今日も上手でした。おりこしゃです。たみちゃんもおりこしゃね。お手おかわり。もう一回。お手おかわり。もう一回。じゃあ最後。お手おかわり。よし、食べなさいですよ。自らもう一回です。みたいな。ねるげんの。お手おかわり。よし、食べなさいですよ。うん。上手でしたね。グビグビでしよ。ヨーグルトちゃん食べて、おトイレ行って、お父さん待ってよね。それでは私ご飯食べようと思います。今日はちょっとおかず多めなんですけど、昨日ねお父さん帰ってきたとアスパラ全部食べるかなと思ったら、もうなんかいっぱいだからいらないって言ってて、なのでこれは今日私食べきるのがノルマね。これはアーモンドミルク味噌スープですね。で今日はですね、なんか出てきたけどここからいたのーしょー。今日は雑穀米を炊いたんですけど、炊き上がった後にね、茅乃舎のお出汁と出汁醤油とごま入れて混ぜてみた。ご飯美味しかった。これはいただき物の黒麻麻婆ですね。お父さん麻婆豆腐大好きで、でお豆腐が欲しかった。チキンですね。まだあるんだけど、とりあえずチキンだけすくったのね。全部食べなくてもお父さんにも食べてもらおうと思ってるんですが、で明日これでおじやにしようかなと思ってるので、冷凍ご飯いっぱいあるしね。とってきとサラダとたたききゅうりとクマトになります。それではいただきます。お父さん帰ってきましたね。毛つくでしょ。毛つくって毎日夜、あ、スーツ着てたのね。
手つくよ。コロコロすればいいやん。ちょっと間入んないでくれる？私はお帰りって待ってたのよって。何？力が余ってるよ今日。だって散歩行ってないから。なんで？雨降ってて。え、今降ってないの？今さっきお散歩行く？行くの。そしたらお散歩は？よかったにゃん、父ちゃんチュー出てもらえるって。そしたらお散歩行く？散歩行こうか。このチューいないやねん。じゃあ先お散歩行く。ご飯の前に、はい、はい。お父さんお散歩連れてってくれるそうなので行ってきましょう。近所一周してこようね。フォーカスしてないお父さんもぼやけてる。探しに行ったね。ちょうどね、お家の前着いたら雨降ってきた。よかったね、ラッキーだったよ。ポミでも湿気含んでめっちゃもふっとしてるけど 1.5 割増しぐらいになってる。お家帰ってきましたね。アイオン拭いてね。もうねんねする？もう一回ねんねの前にお外行く？うん、行くの。お父さんお仕事するって言ってましたけど寝ちゃいましたね。コミはそこにいるんだけど、まだね、ねねの前のねおトイレ行ってないからね、行きたいっていうアピールですね。ただいま12時40分を過ぎましたので、とりあえずねこの子たち寝かして、私はシャワー浴びようと思います。谷くんおやすみ。谷くん今日はピンクさんにね入ってずっと寝てましたね、寒かったから。でもお父さん帰ってきたらね、お家で来てお父さん帰ってきてね、もしかしたら何か美味しいものもらえるかもしれないっていうのがあるから、帰ってくるとねニャンニャン言ってねお父さんにアピールしてましたね。私がご飯作ってる時もね、お腹空いたよ、ご飯の時間だよってねニャンニャンって言ってるんだけど、まあとにかく腹減りおじい様ですのでね。谷くん、そういえば今日また谷くんの石間違って届いたんですけど、お父さんがなんでだ言ってたけど、まあ、多分ホームページ上のね表示が間違っているか、5個入りと30個入り製品番号が逆になってるとかなんじゃないかなってお父さん言ってて、もちろんね30個分のお金は払ってるからね、また明日ね電話するって言ってましたけど。美味しいの楽しみなんだよね、タニクね。でも食べ過ぎいけないんだよタニクね。ちょっとずつ美味しいしようね。今日も一日ありがとうね。ゆっくり寝にしてください。おやじゅみ、おやじゅみ、おやじゅみ、何がのぽい、おやじゅみくぽい、おやじゅみ、マミクおやじゅみ。マミク今ガニガニ探しに出てこようとしておりましたが、ちょうどねすぐそこにあったから渡したらそのまま引き返しましたけど、真剣に始めましたね。マミクよかったね、今日お父さんお散歩連れてってくれてね。お散歩お休みかなって思ってたんだよね、ポミね。まあお庭でねお仕事は済ませていたので、お散歩はねご機嫌さにニホニコしながら歩いておりましたけれども、水分含んでね 1.5 割増しぐらいねモフモフになって帰ってきましたが、今はだいぶ落ち着いたかなと思うんだけど、やっぱりねちょっと湿気があるかなと思うので少し膨らんでるんじゃないかなと思うんですが、雨の日は膨らむよねボムね。モフモフがモフモフになるんだよねボムね。まあそれも日曜日にブイーンってしてさ、ボミちゃん短くなるからね、また当分ねモフモフになることないんだね。ほんとか明日はもしかしたら行かれないかもよ、雨マークついてたから。雨雨ふれふれみたい。時折お庭出てね、おトイレ済ましてね、お家で過ごしましょうね。今日も一日ありがとうね。ゆっくりねんねしてください。おやじみ、おやじみ、おやじみ、おみくくぽい、おやじみくぽい、おやじみ、ナムちゃんおやすみ。今日いいじゃんナムちゃん、当社のねんねしたかったんだもんね、寒いのよ言ってね。いいとこ張ってるじゃん、よかったね、今日はあったかったからねねできるね。やっぱここ数日より寒いから寝るときね、やっぱあったかくしたいからね、誰かにくっつきたいみたいでね。昨日もベッドルームカリカリしてお父さんお父さんって呼んでましたけど、でも昨日はクッションさんの間入ってあったかあったかだったじゃん。今日私クッションとねソファーの間手突っ込んでみたんだけど、めっちゃあったかくって超ぬくぬくポイントでしたねあそこね。そりゃ彼女好きだわと思ったんだけどね。ナミちゃん、ナミちゃん本当に甘えん坊ちゃんね。私お仕事帰ってきた
った後ね、お散歩も連れてってくれたしね。ナミちゃんのお父ちゃん、いいお父ちゃんでよかったね。うん、お手入れをしておりますね。ナミちゃんね、今晩お父さんのことよろしくお願いしますね。明日の朝もちゃんと起こしてあげてくださいね。よろしくお願いします。今日も一日ありがとうね。ゆっくりねねしてください。おやちみおやちみたいのみダメなごめみおやちみグッベビおやちみ。お父さん久々にソファーで寝てるなと思うんですけど、ここ数日ねベッドで寝てたかなと思いますが、今晩も寒いんですが、まあここのとこね寝てても4時間ぐらいしか寝てないかなと思うのでね、ソファーで横になったら寝ちゃうよねと思うんですけども、とりあえずこのまま寝てもらいましょう。お父さんもおやすみ。本日も無事にベッドに入りました。ただいま3時になります。あの後すぐにねシャワーしようかと思ったんですけど、もうちょっとだけ編集しようと思って、なのでねいつもよりちょっと遅いんですが、お父さんですね気持ちよさそうにいびきかいて寝ておりましたね。まあまた朝5時ぐらいかなに起きてお仕事しだすんじゃないかなと思っております。今日はですねお散歩の時間にねちょっと雨が降っていたので、今日のお散歩はねお休みかななんて思ってたんですけど、お父さん帰ってきた後ね雨止んでるよっていうことだったのでね、みんなで行ってきたんですけど、さっき天気予報見たら数日前はね土曜日に雨マークがついてたんですけど、明日雨マークになってて、土曜日はね雷マークになっておりました。来週のね前半かなは太陽マークがついてたんですけど、またね週末ね雨マークだったのでね、こういった感じのお天気がまだまだ続くのかななんて思っております。私ねご飯の支度で一番ね手間で時間がかかるのって材料の下準備かなと思うんだけど、全部ね準備できて調理に取り掛かったらね早いんだけど、お野菜タン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 切ってるのがね出汁のご飯の支度ではメインなんですよね。まあでもその作業もめっちゃね集中できて無心になれるから好きなんですけど、でも切るのが好きなお野菜って言ったらいいのかなと、あんまり好きじゃないお野菜がで、今日で言うとトマトは好きなんだけど、おネギ系があんまり好きじゃないって言ったらいいのかな。おネギ系もちろんしみるっていうのもあるし、あとはねやっぱりね香りが結構するので、もちろん食べたら美味しいんだけど、私あんまりおネギの香りが得意じゃなくて、お家の中にも匂いがつくからあんまり好きじゃないんですけど、でもおネギ類って欠かせないじゃないですか。やっぱりねお料理美味しくすると思うんですよね。だからねこれを切って調理したら美味しくなると思うってやってるんだけど、まあでも私は一番ねお料理の工程で好きなのは味付けですね。実験みたいで楽しいじゃん、これとあれ入れたらどうなるのかなみたいな、そんなねもうほんと実験、毎回ね味付けの時間はねワクワクしますね。まあね今日ね副菜系いろいろ作ったでしょ。あとニューヨークチーズケーキ焼いて、あとは塩豚ね漬けたいなと思ってたからお塩もみ込んでね豚肉寝かしたので、まああとは毎日キッチンペーパー取り替えて1週間ぐらい寝かせようかなと思ってるんですけど、まあ週末はねメインと副菜ちょびっとずつね付け足していけば食べつなげるかなと思ってるので、作り置きまではいかないんですけど、2人分のおかずを何種類か毎日作るのはやっぱりね時間と手間がねかかるから、まあ同じもの続いちゃうんだけど、できる限りね数日食べれるように少し多めに作って、日持ちするものだったらね1日おきに出したりとかもできるから、まあそんな感じでね最近はね食事作りしてるかなと思います。タンコブだいぶ良くなりましたよね。これなら明日ビデオ撮れるかななんて思っているんですけども、ただお天気が悪いとね家の中が暗いからねライティングがちょっとなと思っているんですが、まあとにかく明日ね何か一本でも撮れたらいいかななんて思っております。まあということで今日もね遅くなりましたので、この辺りでね電気消して休もうと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。